5月1日の水俣病被害者と環境大臣の会議、環境庁によるマイク切り、ひどいです。水俣病と認定されたのはこれまでに3000人。今もおよそ1400人が水俣病の認定を求め、審査結果を待っています。水俣病の症状で苦しんでいる人たちへの救済を求めています。今回のような問題は、水俣病の長い歴史の中で繰り返されてきました。いつまで認定をしないのか、一日も早く作ってほしいというのはこの患者、皆さんの熱意なんです。1977年、現地を訪れたのは、当時の環境庁長官だった石原慎太郎氏。懇談で水俣患者の女性から抗議文を突きつけられます。その今あった患者さんたちもかなりその IQ というか知能指数が低いわけですね。でこの手紙は、まあ、非常にしっかりした文章というかあるタイプの文章のに私は思いますけど、これはやっぱり彼女たちが書いたんですからね。患者に対し知能指数が低いと発言した石原長官、最終的に土下座し謝罪します。石原慎太郎、彼も東京都知事を続けていました。何回も再選しました。都民の多くが石原に投票したのです。そして今は小池百合です。366万人もの都民が小池百合に投票してしまったのです。都民の投票、とても、薄すぎませんか？